体幹の鍛え方といえば何を思い浮かべますか？腹筋運動やドローインなどいろいろありますよね。でも肩麻痺の方の場合にはなかなか改善しないこと多いですよね。むしろ非対称性を助長しているようにさえ感じる、そんな経験ありませんか？その理由は体幹を鍛える上でとても重要なある要素を知らないからです。その理由とやり方がこの動画を最後まで見ていただければわかるようになっています。内容はこんな感じになっていて、まず体幹といってもという話で、体幹ってどういうことかっていうのを説明して、腹腔内圧についても解説します。でその後に実技動画、左右非対称性に対してどうやっていけばいいのかっていう具体的な介入方法、これは実技動画を交えて解説していきます。フルバージョンはメンバーシップ限定で見れるようになってますので、よかったら概要欄からご検討ください。体幹ってとても範囲が広いですよ。それ全部一緒に考えてしまっているとなかなか改善が難しいんです。体幹の定義っていろいろとありますが、講義の意味で言えば胸郭も含めて考えられることが多いですよね。で、胸郭ってとても広いんですよね。で、この胸郭に加えて考えなきゃいけない部分、体幹についてとても重要な部分、それが腹腔内圧です。腹圧って聞いたことあると思いますが、つまりこの部分のことですよね。ここが風船のように膨らむことで腹圧が高まるというふうに言われています。腹腔内圧 IAP とも言われていて、運動にもこれ関わりがあると言われているんですよね。文献では例えば腹腔内圧の増加が股関節伸展の最大筋力向上に関係していると言われてたり、ね、股関節伸展とても大事ですよね。腹腔内圧が体幹の安定性とか腰部障害の予防に重要な役割を果たすことが示唆されたりしてるんですよ。脊柱の安定性向上、腹腔内圧の増大は脊柱への負荷を減少させて脊柱の安定性を高めてくれるんですよね。で、これによって体幹全体の安定性が向上するので、とても重要な部分ですよね。また外乱に対する姿勢の安定性増加っていう、これもねすごい効果があって、腹腔内圧が上昇すると外乱に対する姿勢の安定性を増すことが示唆されているっていう文献もあるんですよ。腹腔内圧の上昇によって棘突起への反力が減少して左右の某脊柱筋間の圧力差を補正することで非対称性がこれ中和される可能性がある。肩麻痺の方は非対称性多いですよね。なので腹腔内圧が高まることでこの非対称性が中和される可能性があるよ、こういう文献もあるわけですと、いろいろと言われていますが、腹腔内圧はやっぱりとても大事で体の中心に位置していて四肢の運動やバランスにも関わる。特に脳卒中肩麻痺の方では脳に損傷を受けるので、いずれかの経路を損傷して模様体脊髄炉に影響があったりして腹圧を高めることが難しくなっている方とても多いんですよ。でも逆にしっかりと腹圧を高めることができれば脊柱は安定して外乱にも強く四肢も自由に動けると、そんな状態を目指すことも可能になる可能性があるということです。それに加えて重要な部分がまだあります。腹腔内圧といえばこの部分、ただそこだけ見ているのではなくて周りも見ないといけないんですよね。土台として重要な役割を果たすのは骨盤ですよね。そして腹圧に関わる部分の上に乗っているのは胸郭、これらの影響を考えて介入しないといけないということです。腹圧を高めるための座や立位、そしてその姿勢からリーチ動作などでしっかりと動きを出していく、そんな介入がね結構有効な場合があるんですよ。腹圧を高めることができれば、動作が楽にできるようになったりします。で、肩麻痺の方は動作をするときに四肢が緊張して動くんですよ。四肢の努力的な活動によって動くパターン、これがとても多いんですよね。そうなると少し動いただけで疲れやすかったりとか、滑らかな運動ができなかったりとか、外乱に弱かったりする。でも動作時の腹圧をしっかりと高めることができれば四肢はとても動きやすくなって外乱にも強くなって、安全で疲れにくい動作の獲得を目指すことができるというわけです。この後ねやり方と実技、詳しく解説していきたいと思います。はい、では早速実技動画やっていきたいと思いますが、今回は体幹に対する介入方法、これを紹介していきますが、
体幹に対する介入って、まあ、いろいろありますよね。ドローインをやったりとか、腹筋運動をやったりとか、まあ、動作練習をやったりとか、まあ、いろいろあるんですが、いきなり体幹を鍛える練習をやってしまっても、これなかなかうまくいかないことが多いですよね。特に肩麻痺の方は左右の非対称性があったりするので、まずはそれを解消してからじゃないと効果的な体幹の練習はできないことが多いんですよ。なので今回は体幹エクササイズをする前にやっておくといいこと、そこから体幹エクササイズどうやっていけばいいのかっていうところまで紹介していきます。でまずは腰椎に対して介入していきます。このようにですね、腰椎をポイントに少し介入していきますね。で仙骨に移って軽く左右に揺らします。でこの時体幹が